千之助の心の奥。おちょやん。千之助の本当の気持ち、思いは憎しみではなかったですね。万太郎に認めてもらいたい。万太郎という役者が大好き。そしてもう一つ、千之助は心から演劇が好き。だからどんなに悲しいことがあってもやめなかった。千之助という男は口は悪いけど根っからの役者のようです。第70話のお話は、一平と千之助二人で書き上げた台本。題名は丘の一本杉。家庭劇の劇団員たちは大喜び。これなら絶対勝てるとバラバラだった劇団が一つにまとまる。頑固で負けず嫌いな鍛冶職人の父と、その弟子でもある負けず嫌いな息子との笑って泣けるお話。興行の方はこれまでにないほどの大盛況で、客席には満足そうに千之助を見つめる万太郎もいた。千秋楽も終わり、熊田が鶴亀家庭劇と菅野屋万太郎一座の集計結果を発表する。どちらも3万人を超える来場者。わずか15人差で勝ったのは。そして居酒屋で一人酒を飲む万太郎のところに千之助が現れた。二人は語り合い、勝負はまだまだ終わらないと笑いながら闘争心を燃やしていた。第70話はこのようなお話になるようです。やはり仲間同士でいがみ合うより協力し合う方が良いものができるというのは当然のことですよね。仲間同士で切磋琢磨するということも鶴亀家庭劇のレベルを上げるということにはなるのですが、千之助が巻き起こした騒動は完全にいがみ合い、レベルを下げるどころか崩壊までいってしまうものでした。しかし彼は頭を下げ、皆でとても良い舞台を作り上げることができたようです。対決の結果はどうなるのか、チャップリンに見てもらうのはどちらの劇団なのか。第69話のお話は、千之助は自らが書き上げた嫁取り相撲を破り捨てました。劇団の皆から不評だった。いつも子犬のようについてくる百九里にさえ面白くないと言われた。この台本では万太郎に勝てない。千之助自身が一番わかっていたのでしょう。だけど自分が台本を書いて自分が何とかしたい。だけどどうにもできない。だから逃げるしかない。大きな荷物を持って部屋を出て行こうとした時、突然千代が入ってきました。なんでうちら万太郎一座に勝たれへんのだす。千代はせがむように聞いてくる。万太郎に、お前らには絶対勝たれへんと言われたと、この言葉に千之助は、何やと？と睨みますが、それだけ。千代が、万太郎に勝つ方法を教えてくなはれと強く言いますが、荷物を持ち直して出て行こうとしました。千代も千之助が大きな荷物を持っていることに気がつき、なんだすそれは、逃げ出しはりますのかと不思議そうな顔をしていましたね。普段はあれだけ強気の千之助が逃げる。万太郎に対してあれだけ敵対心をむき出しにしていた千之助が、まだ何もしていない段階で逃げる。千代は訳がわからなくなったでしょう。彼が勝てない理由は、万太郎のことが絡むと冷静でいられなくなる。わしでは勝たれへん、と。千代は、せやさかい逃げ出しはりますのか、と怒鳴っていました。本当です。まさか逃げるとは。勝つために努力する。勝てないにしろやれるだけのことはやる。千代や他の皆はそういう考えでしょう。
しかし一番威勢の良かった千之助は逃げ出す。彼にとってはとにかく勝たなければならない。しかし勝つ見込みはない。だから勝負もしない。そういうことなのでしょう。千代は千之助を引き止めようと、辛いことがあったかもしれませんけど、なんで役者を辞めないのだす？うちも何べんも辞めようと思ったけど辞められへんのだす。なんでだす？と。千之助は、そんなの自分がよう知っているやろ。と。この言葉で千代は止まってしまいました。役者が好きだから、どうしようもなく好きだから、それしかないのかもしれません。辛いのに大変なのに、だけど舞台の上に立っていたい。こういう感情は役者しかわからないかもしれません。もしかしたら山登りと似ているのかも。辛いし、きついし、寒いし、危険だし。だけど山に登りたい。千代はまだ役者としての自分の本当の心に気がついていないのでしょうね。それは千代にしかわからない。千之助が町を歩いていると偶然万太郎に出くわし、さっと隠れましたね。万太郎は通り過ぎるとき、頭で卵を割ったやつがおってなぁ、と。彼は千之助が隠れたのを見ていたのでしょうか。千之助をわざわざ挑発していました。何か困難なことがあるとき、男なら逃げも隠れもしない。なんて言ったりしますが、いや、それは男性だけではなく女性でも。しかし千之助は逃げて隠れて恥ずかしい。それは本人が一番わかっているのでしょう。千代と一平が珍しく二人きりで家にいると突然彼が来ていましたね。万太郎を見かけて隠れたことが悔しいと言いますが、一平は何のことかわかりません。千代の話では逃げたはず。千之助はお茶をぐっと飲み、覚悟を決めて頭を下げました。その前に一平に横を向かせて、頭を下げる最後のプライドのかけらでしょう。彼は万太郎に勝ちたい、いや怖い、負けて見下されるのが怖い、万太郎に認められたい、今でも菅野屋万太郎という役者が大好き、憎いとかではなく認められたい、だから怖い。千之助は複雑な感情を一平に話しました。もう自分が先輩であること、自分が面白いという自負、そんなプライドはなしで、畳に頭をこすりつけるくらい頭を下げ、頼む、どうか力を貸したってくれ、頼む、と。一平は姿勢を正して、俺が力を貸すんやない、二人して力を合わせますのや、と。幼い頃から面倒を見てきてもらった人、今では親愛なる父と一緒にやってきた人、一平は千之助を尊敬しているはずです。そして台本を書き始めましたが、この二人は頑固だし我が強い。こんな二人が一緒に書くとなかなか進まないでしょう。しかし天海天海の話になるとすぐに意気投合しました。天海天海が生きていたら万太郎一座に負けないくらい大きな劇団になっていたはずや、と千之助が言うと、突然一平は飛び起き、目が血走っています。千之助は、なんやお前がダメや言うてないと。まあ少し前まで一平は父と比べられることを嫌がっていたので、そう思うのも当然かもしれません。彼は自分の親父のことを書こうと、親子でありながら師弟関係でもある話、天海天海と一平の話をもとに台本を作る。それから二人は昼夜を忘れ台本作りに取り組み、作業を始めてから何日かかったのでしょうか、ついに完成しました。一平と千之助、初めての共同作品、丘の一本杉。劇団の皆に見せると大絶賛。これなら絶対勝てる、とまで言っています。
そして千之助は、女はいらんと暴言を吐いて怒らせた瑠璃子と香織に頭を下げました。あんな暴言を吐いて自分を強く見せるよりも、潔く頭を下げて素直になる方がかっこいいです。これで鶴亀家庭劇の万太郎一座への挑戦がスタートしました。しかし大山社長は家庭劇を当て馬のように言っていましたね。全然期待はしていないようです。だけど勝負は大山社長を驚かす結果になりそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。